YouTube をご覧の皆様、ボンジョールの寝るのうちです。はい、すいません、久しぶりの動画になってしまいました。ちょっとね、天候がね、大雪だったりとか、仕事が立て込んでたりとかで、ちょっとね、なかなか動画撮れず、すいません。お待たせしました。はい、今日の動画ですが、モンストかけるピザポテト。こっちは、前やったやつだ。今日は、重心化、ダルタちゃんで、発表されましたね。発表というか、もう実装されたんですけど、12時に。はい。で、早速ね、イザナミゼロが来てるので、そこで使っていきたいんですが、どうせならね、比較しながら、受信化したものと、神化のダルタニャンと、2体ずつね、積んで、サンタバージョンと、やっていきたいと思います。はい。こうしとけば感染切もね、怖くないんで、まあ、どんな性能になってるか、楽しみですね。僕が初めて当てた、限定、属性限定がね、ダルタニャンなんで、おー、音曲ボーナス、いきなり。これついてるね。さあ、まずは引っ張ってみましょうか。拡大爆破弾がね、ついて、進化と合わさったという感じですかね。ヒーリングウォールを前面に貼れると。1段階目と 2段階目の倍率の違いなんかも、わかるといいんですけどね。どこまでうまく取れるかわかんないけど、まあやっていきましょう。2手で抜けちゃったよ、っていうか。爆破弾が思ったよりやばいぞ、これ多分。重心化引っ張ってるか。水中貫通弾の威力はね、変わってないんで。はい。ごめん。おっと。指が離れちゃった。見た目はね、クリスマスバージョンじゃない方の重心化が一番好きかな。なんかフランス王になったけど、凛々しくなったね、すごく。より。あ、ステータスといえばね、何もチェックしてない。ブーツ湧きすぎだろ、これ。ステータス何もチェックしてないんで、スピードとか攻撃力とかどう変わったのかっていうのはね、全然知らないです。まあ、ここももともと最適性だけど、よりって感じだね。はい。あ、配置すればよかった。次が、こっちのダルタニャンか。皆さんはどのダルタニャンが好きですかね。あそこに入りたかったな。はい。ここで、拡大爆破弾がね、出るのがいいと。うわ、強いな、これ。はい。てか、SS 使いたいな。中ボス、もうちょっと使いにくいから、次で打ってみますか。はい。ちょうどね、重心化の、ダルタニャンなんで、SS 打ちたいと思います。あ、ご中ボスなんかやめよう。連続ボーナス出たからね、ガンガン使えやっていう、思うと思うけど。ここで使ってもね。はい。なんか神化のパンドラがね、実装されてから、水中貫通弾といえばもうパンドラみたいになっちゃったけど、やっぱ元祖はね、こっちですから。はい。アラジンのね、重心化アラジンと組み合わせてアラダル砲。これでも拡大爆破弾ってことは自分たちでできんのかな、それが。反撃モードを。あ、はい、反撃モードがないから無理か。はい、じゃあ使ってみましょう。こんな感じで4面当ててみようか。いや、違うな。これで当たるかな。ぶつかって。もう行こう。はい、スタートショット。もう晴れた。いやーすごいね。前面に貼った、これさ、しかも、ダブルだし。
HP が全開なのでね、回復量は見られないっていうのが。やっちまったかな。はい。本当はね、あんまりこのバハムートの前にいない方がいいんだけど、もうこのメンバーだと関係ないよね。こんな感じでね、回復しながら攻撃もできちゃうっていう素晴らしい SS。 継続ターン数は変わらないんだね。2段階目はもっと長いのかなと思ったけど、そうでもないと。はい、喋ってるからね、時間はかかってるけど、とりあえず楽しいですね。イザナミゼロもまさかこんな時代が来るとはね、思ってもなかったので、実装当時は。ちょっとね、今日、昨日、職場の新年会だったんですよね。で、飲みすぎちゃって、朝起きたら事務所で寝てたっていう。で、ちょっとね、今、ちょっと気持ち悪いんで、あんまうまく喋れてないと思うけど、はい、すいませんね、そこはちょっとご了承ください。あと寒い、とにかくここは本当に東京かっていうぐらい寒いと思う。うん、まあ、無駄話をしながらでも倒せる、それが受信型ダンジョンなんです。いやー、寒いっていうかもう痛いよね、外歩いてるともう痛い、本当に顔が。左でシャキシャキやりますか。はい。黄泉の国から逃がしはせぬぞ。何点抜けた今？4点ぐらい。3点。3点か4点かな。すごいね。うちも打てないよ、こいつは。はい。じゃあ SS 打っていきましょうか。あ、こいつ誰か。前の誰かなんか。やめとこう。はい。じゃあ重心化の方で打っていきたいと思います。どうせならみんなを引っ張ってね。こんな感じで。王様をみんなのために入れた。いや、ワンフォールオールフォーワンっていう言葉はね、すごく好きなんですよ、僕ね。はい、メリークリスマス。おお、拡大爆破弾がいいね。これで終わりました。はい、こんな感じですね。とにかく、まあ、強いですね。変わらず前の神化も十分強いですけど、重心化、うん、4面ヒーリングオールはちょっと反則じゃないかな。はい、という印象です。はい、以上ジャルタニャン以上重心化ダルタニャン使ってみたでした。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。それではまた次の動画で、チャオ。